あの今日はあの私はあの軟骨の,あの研究をしますので、えー、まず最初の軟骨についてあの説明した後その iPS 細胞を使って、まあ、どういうふうな軟骨の研究、まあ、軟骨の疾患ををの、まあ、治療方法ですねを見つけるのに <laughs> iPS 細胞をどういうふうに使ってるかというとことをあのお話しさせていただきます。 でさあじ軟骨についての説明なんですけども、あの、まあ、まあ骨と軟骨はどう違うのかというところからなんですが、あの我々、えー、人間ですねあのの体あの首から下の骨というのはあの最初軟骨でできます。えーまあ、お母さんの中の中にいてるとき、あの胎児の間はあの最初骨は軟骨です。えー、これはあのマウス の胎児の骨なんですが、えー、胎児ですねあの受精後14.5日目あのマウスはあの20日で生まれますので、えーまあ、3週間で生まれると、まあ、そのうち2週間が経ったぐらいなんですが、あのー、その時にこれはあのマウスの前肢人でいうとあの上腕ですね腕の骨で、えー、これ青く染まってるのはこれ軟骨ということです。 え、このような肩甲骨とか上腕骨こ二の腕ですね。ここが肘の関節でま前腕の骨というのがまあ、す。でに、この時にあの軟骨で形ができていると。で、その後、この各骨の中心部から徐々に骨に置き換わっていきます。骨になるとこういうの赤く染まるので、えこ,こから3日経つと真ん中が骨両端が軟骨という風な。 あの構造になります。で、これはあのこれそれを細胞のレベルで見たらどうなるかというのがこちらでえ軟骨というのはあのまあ間葉系の細胞からスタートして、でその細胞が軟骨細胞になってえ軟骨の塊を作ります。でも軟骨の塊を作るときにこの細胞が細胞外基質というまあタンパク質の塊を作ってえこういう硬い塊ができます。 でこれが先ほどのこういう1個の軟骨でできた骨に相当しますがこの中心部の軟骨細胞が大きく肥大化します大きくなってそして死にます死んだこう血管が入ってきて血管と一緒に骨を作る細胞も入ってきて真ん中に骨ができます。 軟骨細胞は、まあ、どんどんこう増えると同時にどんどん死んで、えー、真ん中にあの骨ができていくとで結果的に真ん中のこう骨が伸びて、まあ、両端に軟骨が残ってると、まあ、こんなふうな構造になってマウスもも人間も生まれますだから生ます生れた時にはもう軟骨骨軟骨というふうなあの構造になっていますそれぞれの骨が。 でこれあのその生まれた直後のマウスの骨の組織切片です。ここではの軟骨はあの赤く染まっています。これにも軟骨骨、反対側にもこう軟骨があるという形で生まれて、でこのこの軟骨の中にま生まれた後、この軟骨の中にもまた骨ができてきます。ここに骨できて大きくなっていって、こちらの骨はあの二次国家中心と呼ばれるんですが。 でまあ、結果的に軟骨はこの一番表面の軟骨とそれからちょっと骨の中に入ったところにある軟骨の、まあ、2種類の軟骨が残ると、えー、生まれたとで一番表面にある軟骨はあの関節軟骨といいまして、えー、こういう滑らかな関節運動です、ね、を担っています。というのは反対側にもこう骨があってその表面は軟骨で覆われていてそれがこう向き合って接するからです。 まあ表面こう滑らかでこうスムーズな運動ができているのはこの関節軟骨があるからですねでもう一個のこの軟骨こちらの軟骨はの成長軟骨といいましてコロナにてるかというとあのこの軟骨はあのこう盛んにこう細胞増殖をして、えー、どんどん骨に置き換わっていくということをして、えー、どんどん骨を伸ばしています。 であのこの成長軟骨というのは大体まあ10歳代後半になるとあの閉じて、えー、亡くなってしまいますそうするとも骨が伸びない要するに身長がもう伸びない伸びないと我々二十歳ぐらいで身長が止まるのは、まあ、この成長軟骨がなくなってしまうからですねであの、まあ、そういうふうに軟骨には結局2つ残る関節軟骨と成長軟骨で、えー、それぞれ あのこのようにあのちょっと違った働きをしてまして、で結果的にこのこれらの軟骨があのいわゆる障害されたり、まあ機能不全になるとそれぞれ違った病気になります。あの関節軟骨があの障害を受けると、えー、関節を動かすとまあ痛いと、歩くと痛いとか、えー、あのこう関節を動かすと痛いとかいうことになります。 で、まあ、そういったあの最終的なあの果てはの関節症ですね。まあるいは変形性関節症とかといったあの病気になります。で、もう一方のあのこの成長軟骨ですね。こちらの成長軟骨が障害されると骨が伸びない要するに、あの背が伸びないということになります。症状としては低身長ですね。まそのような疾患はの骨系統疾患と呼ばれるんですが、あのそのような疾患になります。 なのでまあ軟骨といえばまあ大きくこういうの2つの疾患があります。でそれぞれの疾患に対してあのこういう iPS 細胞がどういうふうに役立つのかということをあの今日お話これからさせていただきます。まず最初に関節軟骨こちらの方の疾患について説明していきます。 であのこれ関節軟骨の,あの組織像を拡大したものですがあ軟骨というのはこのえ軟骨細胞です、ね、があの豊富なこう細胞外マトリックスに埋もれるようにして存在しています。マトリックスはこれはサフラニン O という染色でこう特異的にこう赤く染まります。軟骨というのはこう体重を支え,支えてると。 支えてこう、ながかな運動になっていると。で、そういう体重を支えているのは、あの、このマトリックスです。あの、細胞は、あの、ほとんど水みたいなもんで、柔らかいのでの、そんなの体重を支えれませんから。軟骨が、こういう、あの、機能を。機械的な運動機能を果たしているのは、このマトリックスのおかげです。まあ、軟骨細胞は、マトリックスを作って、まあ、そういう機能を果たしていると。でそれ、マトリックスの構造は、困難で、あの。コラーゲン。 の再生品がこうネットワークを形成して、間はこうプロテオグリカンが充填しているという構造で、まあこのこういう構造であの体を支えていると。それでまああの軟骨がのこの細胞外マトリックスですねの機能といったときにあのまあ一つこの体重を支えるというのがあるんですが、もう一つの大事な機能はこの軟骨細胞を維持していると、維持するというものです。 えー、このマトリックスからこう軟骨細胞にこう適切なこう刺激が入ることによって、えー、軟骨細胞はあの軟骨細胞のままでいていられると。えー、なので、あのー、こ軟骨をこう取り出してで、まあ、コラーゲネースとかコラーゲン分解酵素とかでこのマトリックスをこう分解して、えー、軟骨細胞をバラバラにするとあのその軟骨細胞はもはや軟骨細胞ではあの いられません。えー、変質して、まあ、質が変わってあの繊維が細胞みたいになってしまいます。だから軟骨細胞が軟骨細胞でいるためにはあのこういったマトリックスの中にいてるということがあの必要です。でこれはあの関節の軟骨関節軟骨を痛めた患者さんのお膝ですね膝関節ですねをあの 関節鏡という内視鏡みたいなもので中を見た写真です。えー、こう白い関節軟骨が本当はあの綺麗に表面を覆ってるんですけども、まあこの部分が怪我してこういにう剥がれてしまっていると。で下のちょっとピンクに見えてるのがあの骨です。で下の骨がこう剥き出しになってるという状態です。でまあこういうあの状態になって、えー、これをあの 無理に使っているとあのどんどん傷んでいくと。で、あの軟骨というのはまあ先ほどこの写真でわかりますようにあのまあ細胞とマトリックスだけで、あの血管がありません、えー。骨の中にはこういう血管があるんですけど、軟骨には血管がないと。だから軟骨がこうごそっと取れてもあの血管がないから出血しないし。 あの治らないということになります。えだからあの治らないのでえ。まこれを使っているとまどんどんこうひどくなっていくと。どんどん周りもあの悪くなっていくということになります。ま、そういった状態を放置すると、あの変形性関節症とかという病気になってしまっても、かなりもう歩けないとか、あのそういう状態になってしまいます。 でそしたらあのこのこの欠損に対して何かあの治療方法はないのかということで現在行われているのはこの自家軟骨細胞移植術というものです。これはあのどんな治療方法かと言いますとこれはあのま膝のこうあの関節面ですね表面にま先ほどのようなこういうあの欠損穴があるとしますとこの 関節の中であまり体重がかからない偏円ヘリのところから少しだけ軟骨を取ってきます。で、その軟骨はあのコラーゲンです。コラーゲン分解酵素で分マトリックスを分解して細胞をこうやって取り出します。で、培養してその数を増やします。で、増やした後その細胞をこう欠損部に移植するという手術方法です。で、このあの欠損部分の大きさっていうのはあの。 必ずこの採取できる軟骨の大きさより大きいのでえまあ当たり前ですけどもあのこ,れこれを埋めるだけの軟骨をこっちから取ろうとするとこっちにもあの同じ欠損ができてしまってえ何をしてるか分からないとえだから必ずこの培養してこの細胞の数を増やすというステップが必要になってきますが最初申し上げたように軟骨細胞というのはこうマトリックスを外すと。 軟骨細胞ではいられなくいられないこういった変わってしまった細胞をこう移植してるので、えー、ここで、えー、こう移植された後にできた修復組織というのはあの正常の軟骨ではなくてどうしてもまあ繊維線組織いわゆる瘢根組織ですねあのスカーティッシュというかあのそういったものをあの含んでしまいます。 えっとこれはあのアメリカのグループがえー馬を使って行った自家軟骨細胞移植術のあの写真です。これはあの馬馬の関節軟骨にこういうこう穴を掘ります。本当はこうこれ下赤いのがこれ骨で骨の上にこのちょっと紫色の関節軟骨はこうずっと乗ってるんですけども、その部分に穴を掘って 自家軟骨細胞移植術を行いましたでそうしますとこういうふうにホット穴のところにこういった組織が埋まってるんですけどもこの下は2型コラーゲンというあの軟骨のマトリックスに特異的に存在するコラーゲン2型コラーゲンコラーゲンって1型から今27型ぐらいまで見つかってるんですけどもそのうち軟骨にあるのは2型,2型コラーゲンです。 今その馬のこの,の軟骨っていうのは二型コラーゲンがありますけどもこの修復されたこの,この組織には二型コラーゲンがないと、まあ、要するに軟骨組織で治っていないといななととうことになりますだからこの自家軟骨細胞移植術こういうふうにあの修復組織で治ってあ,のある程度の痛みの軽減とかは見込めるんですがあのまだ完全な組織で治っていないのでまだ改善の余地があると。 あの、まあ、限界があるということになります、えー。そこで、あの、最近、あの、広まっている方法は。まあ、広まっているアメリカで、アメリカで広まっている方法なんですけれども、それは。たか、同種ですね、軟骨移植製品。同種軟骨移植というものです、えー。これはですね、あの、亡くなられた。あの、子供さん、まあ、平均四歳ぐらいの子供さんから、あの、軟骨を。 取ってきて、その軟骨を1。まあ、一二ミリのかけらに、こうバラバラにして。このようにパッケージングされて、売られています。でも、こういうふうに、あの。これ、は膝のお皿の、膝のこのお皿ですね。ええー、膝蓋骨の軟骨に、まあ、こういう欠損があるんですが、その欠損部に。このかけらを、こう。入れます。で、入れて。 あととちょっとヒブリンのりあの要するにかさぶたを作る成分ですねヒブリンでえ固め固めますまあそういった手術が行われていますこれはのまあ子どもさん由来のまあ健常な,な、まあ、亡くなられたあの健常な腱筋要するに軟骨は正常軟骨のかけらを入れてますのでえまあ正常なきれいな軟骨が入ってるとでそれで修復されることが期待できるというものです。 であのこれはあ,のある意他人の軟骨を移植するので、まあ、同種移植高い移植になるんですが普通同種移植するとあの免疫拒絶が起こりますけどもあの軟骨組織というのはあの免疫拒絶が起こりにくいというふうに考えられてまして、えー、これは、まあ、HLA を合わさずに HLA ミスマッチで、えー、行われています。 まあそういうふういふにしてあの広まって2007年から5,000名以上の方にこの治療法が行われています、まあ、ところがあのところがというのはやはりこの方法の限界としてはドナー不足ですね、えー、軟骨が足れない、えー、あの本当はもっとたくさん需要があるけどもあのドナー不足のためにこの数に制限されているということです あとまあ課題があるとしたらあとはどんな個体監査があってどうしてもばらつきが出てしまうということが考えられます。まあ、ということでえっとまだまだあのこういう軟骨欠損をこう修復再生するためにえ移植するべき軟骨の供給はあの課題があるというかあの供給方法の開発が 求められているという状況があります。えそこであのまあ2006年にマウスで2007年にヒトで山中先生らによってこう I.P.S. 細胞があの開発されました。まあ,あ I.P.S. 細胞についてはもうこれまでえっとのこの講義であの聞かれていると思いますのであのちょっと簡単に、えーえー、の述べます。まあこういっうた体細胞、皮膚の細胞だったりあるいは血液の細胞にこう四つの 印象を入れると iPS 細胞ができると iPS 細胞の持つ特徴は2つあって1つはいくらでも増やすことができるとでもう1つは体のすべての細胞へ分化できると真菌、まあ、だったり神経だったり水素だったり、まあ、きっと軟骨にも変えることができるはず,できるはずだと。で、まあ、このいくらでもこう増やせるというのは増やし た後の一個一個の細胞が元の細胞と同じ性質を持っているということです。何個増やしても増やした後の一個の細胞は何にでもなれると、まあそういう性質があると。えー、まあそれゆえにこの再生治療にあの使うことが期待されているという状況です。SIPES 細胞を使ってあの難治性結を治療しようとするとこういうこのようなスキームが 考えられます、えー、患者さんからの皮膚あるいは血液を頂い,いて、まあ、それをその細胞を iPS 細胞に変えます。で iPS 細胞はあのいくらでも増やすことができますので、えー、iPS 細胞をたくさん増やしてでその iPS 細胞から軟骨,を軟骨細胞を作ります。でそれをあの血損部に移植すると、まあ、そういうあの。 治療の仕組みが考えられますで,もこれまでのところ iPS 細胞というのはもう安全に作れるようになってきましたので、まあ、実際あの昨年神戸の利権で高橋正夫先生があの網膜色素上皮細胞を iPS 細胞から作ってあの人に患者さんに移植されました、まあ、それが行われましたえなので、まあ、iPS 細胞はあのもうだいぶ安全に作れるようになってますので。 我々が行わないといけないのはこの I P S 細胞を軟骨にする分解誘導方法を開発することでした。まあそれじゃどうどういう風うにして I P S 細胞を軟骨細胞にしたらよいかというところですけども、まあ考え方としてはあこ,こうこういうこのスライドになります。このスライドはあの発生我々の発生を左から 右に書いたものです我々皆最初は1個の細胞受精卵受精卵という1個の細胞からスタートしてそれが分裂と分化していろんな体の細胞になるとで軟骨細胞というのは中肺葉の肝陽系細胞に由来しますで iPS 細胞というのは何かというとこういったあの体の体細胞ですね分化した後の体細胞に 4つの印象を入れると非常に受精卵に近い状態にまで戻ると細胞がこう若返るというものですね我々の個体人間としての体体は個体は若返らせることはできないですけども細胞一個一個は若返らせることができるようになったということになります。なので、まあ、iPS 細細胞胞軟骨細胞にしようととすると あとはもうこう発生過程を追うように、えー、していけばいいとでこれまでの発生の研究というのはもういっぱいされてきまして、えー、このこ各ステップに発生の各ステップに働く重要な因子というのが分かってますのでそれを iPS 細胞の培養液にこう加えていくとで順次軟骨細胞にしていくとでこの軟骨細胞にしたところで終わらずに、えー、さらに 軟骨組織まで、えー、作ることをあの我々目指しました。この軟骨細胞に細胞外マトリックスをこう作らせて、で、あのそのマトリックスに囲まれた軟骨組織の塊を作ると、えー、ここまで目指しま,す目指し,ました、まあ。なぜここまでする必要があるかといえば、まあ iPS 細胞からせっかく軟骨細胞を作っても、この軟骨細胞をあの これだけで培養してたらあの変質が変わってあの繊維が細胞になってしまうからです。えー、マトリックス作らせてマトリックス中にこう保持できれば、まあ、この状態であの軟骨というのは安定に維持できます、えー。軟骨細胞も軟骨細胞のままでし、だからあのここまで持ってこないことにはあせっかく作っても維持できないからあのここまで作るという。 目標になります。で、まあその実際のあの方法プロトコルとしてはこういうこのようなあの枠組みを考えました。えー、この軟骨分化誘導は研究室のこの山下君らが中心になってあの行いました。IPS 細胞に対して最初このウイントとアクチビンという因子を加えてあのいわゆる中内培養にします。 中内胚葉系細胞にした後培養液を軟骨分化させるような培地に変えます。そうするとまあ軟骨細胞になって。軟骨細胞になったら、その後三次元培養の三次元培養一つである。浮遊培養に切り替えます。まあ、そうすると軟骨細胞がマトリックスを作って。こういう組織の塊が。こうぷかぷか浮いた状態になるはずというものです。うん まあこういうあのしく、えー、かプロトコールを考えましてでここで、えー、あの大事なのはこの軟骨にする培地ですねこの培養液の組成です、えー、どんな因子をどれくらい加えたらいいのか、まあ、それをあの見つけ出す必要がありました、えーまあ、その見つけ出す方法ですけども、まあ、結局いろいろ試しに加えてみて、えー、結果が良かったら OK と、まあ、まあそういう トライアンドエラーになります。まあそのトライアンドエラーする上でですが、あのまあなるべく効率よくやりたいと、えー、思いまして、あのまあ要するに軟骨になったかどうかということが簡単に分かればいいので、えー、まあ軟骨になったらあの簡単に分かるようなあのシステムを用いました。でそのために用いたのがあの軟骨特異的な 遺伝子のあのプロモーターとエンハンサーです。えー、我々以前にあの十一型コラーゲンとい十一型コラーゲンというのはあの二型コラーゲンと同様に軟骨だけで作られているコラーゲンです。なのであのこのコラーゲン遺伝子のプロモーターとこうエンハンサーを見つけまして、でこの配列を使えばあのまあ、例えばこうマウスにおいてこういう えー、手足とか肋骨の軟骨だけがこの青く染まってますようにあの軟骨と的に遺伝子を発現させることができます、えー、なので今回この11型コラーゲンの,あのプロモーターとエンハンサーに GFP というあの緑の蛍光を発する物質の遺伝子を結合したコンストラクトを作って これをあの I. P. S. 細胞に導入しました。要するに、この、この遺伝子を持つ I. P. S. 細胞を作りました。まあ、で、この I. P. S. 細胞は、あの、もちろん軟骨じゃないので。十字型コラーゲンは発現していません。だから、この I. P. S. 細胞は G. F. P. を発現しません。ところが、この I. P. S. 細胞がもし軟骨になったら。この G. F. P. が発現して。 緑に光るはずというものです。まあそういうのを使ってあの培養条件を探しましまた、えー、培養液に、まあ、いろんな因子をいろんな量を加えるとアスコルビン酸だけ加えた場合それからアスコルビン酸とボーンモルフォージェネティックプロテインという骨形成因子を加えた場合らさらに GDF5 という因子を加えた場合で、えー、いろいろ見てみますとここの3つを加えたときに こういうふうに GFP が緑に光る細胞の塊が出てきました。なので、あのこの条件が軟骨にする条件だろうということで採用しました。で、この細胞をあの次浮遊培養ですね、ディッシュの底から細胞を剥がして、こう浮遊培養をしましたらこういう丸い塊を作り出しました。で、この塊、直径が2ミリぐらい。 の塊なんですがこうしかも緑の蛍光を強く発していましたこれのでこの塊外見を見ますところに白い塊で,えであのこうピンセットでつまむと、まあ硬くてこうつるっとこう逃げていくような感じでいかにもこう軟骨っぽい感じでした。で組織切片を切ってみますとこのようにあのこれ組織切片で拡大がこちらですけども。 このサフランニン汚染色で赤く染まるマトリックスの中に細胞がこうポツポツとあるとまあ形態的には軟骨の形態をしていて軟骨組織ができているというふうにあの考えました iPS 細胞から軟骨の塊を作ることができたというものですでそしてあのそのできたものですけれども本当に軟骨がどうかということを確認するために このマトリックスのコラーゲンのタイプを調べました。軟骨はあの二型コラーゲンでできています。で、体一方あの体の中で一番多いのは一型コラーゲンです。あの皮膚とか骨ですねなどはもう一型コラーゲンでできています。ところがあの軟骨には一型コラーゲンはありません。で見ましたら。 このサフラーニオーダー赤く染まっているところというのは2型,型コラーゲンでが発現していると1型コラーゲンは緑に染まるはずなんですがあのは出ていないということでこ真ん中部分は、まあ、まあちゃんとした軟骨だということがあの分かりましたあでところがというかあのこの軟骨なんですけどもこのまあ全てのこの,この白いこの塊は 必ず表面にこう膜状の構造がくっついてまして、その膜状のものは一型コラーゲンを発現していました、えー。まあこれちょっとあのー、この膜はあの余計だと最初思ったんですが、あのー、で何なのかというあの冷静に考えてみますと、あの右はあのー、マウスですけれどもタイのマウスの胎児の軟骨の 組織像です。で、まあ、人もマウスもあの対時のうちはあの骨は軟骨で最初できると言いますが、その軟骨というのは膜に膜状の組織にこう囲まれています。で、膜状の組織はあの一型コラーゲンで、えー、が陽性発現している膜です。で、この膜はあの解剖学的に軟骨周膜と呼ばれていまして、で、この軟骨発生にはこの軟骨周膜が必須 であることが知られています。この軟骨周膜からこういろんなあの先ほど言ったあの BMP とかあの GDF5 とかそういった因子が出て、えー、軟骨に刺激を送ってあの軟骨の分化を制御しているということが知られています。だからあのきっとこの膜はあのそういう軟骨周膜にあの相当するもので、まあ、iPS 細胞というのはまあ受精卵に近い。 ものですから、マイペース細胞から軟骨を作ろうとすると、まあ、こういう発生過程と同じようにマクも一緒にできてくると、まあ、逆に膜ができないことにはこの中の軟骨もできないだろうというふうにあの、まあ、考えるに至りました。まあ、まだまだこれ仮説なので、あの証明はこれから必要です。で、これあの左の図はあのマウスのあの発生過程。 の組織写真です、えーまあ、人も同じようなものですが、まあ、最初軟骨できると、まあ、こういうサフランニョードで染まる赤い塊でできてで真ん中の細胞が肥大して肥大軟骨細胞になりますちょっと大きくなっていくとで骨が真ん中でできていくとで軟骨骨軟骨という形で,であの軟骨が骨にこう変わるところというのは大きな肥大した細胞があるという。 まあ、こんなふうな状態になって生まれてくるとでそしたらですねあの先ほどのこの iPS 細胞から作ったこの軟骨の塊をマウスの皮下に植えたらどうなるかと、えー、免疫不全マウスのスキッドマウスの皮下にあのこの塊を植えました、まあ、免疫不全マウスなので、えー、人の細胞を植えてもあの拒絶されずに生着するというものです、まあ、そうしますと移植後3ヶ月ぐらいは iPS 細胞から作った軟骨は、まあ、そのままずっと軟骨で、えー、いてました、えーまあ、別にあの,あの驚きはないというか普通の状態で、えーまあ、あのむしろ腫瘍にならなかったということであの安心してたわけですけどもでこれをさらに長期見たらどうなるかということで、えー、1年間あのこうマウスの背中にほっといて、えー、1年後に回収してみたところ、まあ、このようにあの 軟骨と軟骨があって、間にあの骨のようなあの組織ができていました。え軟骨、骨、軟骨ですね、えー。まるでこのあの生まれる直前の胎児の骨みたいな軟骨、骨、軟骨。ちょっとここ真ん中ぐっと曲がってますけども、あのそんなあの組織像が得られました。えー、この iPS 細胞から作った軟骨で、あたかも真ん中から こう骨ができてきて、えー、こう伸びたみたいなですねであのこの部分を拡大しますとこういう細胞があの肥大化していてで肥大軟骨細胞というのはこう重型コラーゲンを出していますからあのこういう軟骨細胞がこう骨に順次置き換わっていってるようなあの像が得られました。まあ、まあここののの結果からあの細胞からら細胞作った軟骨組織というのはあ 生生のの中でで骨格の発をを再現できるというそういうううそポテンシャルを持つやはり非常に受精卵に近い状態からのスタートなのでこういうふうなポテンシャルを持つ軟骨組織ができてるんじゃないかと考えています。だから iPS 細胞から作った軟骨組織というのは胎児の軟骨に相当するような組織だと考えています。 で、このあの I. P. S. 細胞由来の軟骨を二つこ、こう。くっつけときますと、あの、勝手に、こう、融合します。くっつくということです。もともと、これ二つの、こう、あの、塊だったんですけども。で、間に、こう、だから、間に、こう、膜用の構造がずっとあったんですが。あの、くっつけてほっとくと、こう,いう,ふうに、ぐっと、あの、つながります。えー、こう、膜膜上の、構造が、軟骨に変わっていくと。いうものです。まあ、くっつくという働きがあると。 でそしてあの肝心のこの iPS 細胞由来の軟骨が軟骨血損関節軟骨の血損を治せるのかどうかということをあの動物モデルを使って実験を行いましたで使ったのはあのミニブタっていうのはあの小さいブタで体重が3 0キロぐらいしかありません。まあ、人の半分ぐらいの体重で人のモデルとして日本では推奨されているモデルです。 このミニブラの関節面にあの直径6ミリぐらいの穴を掘ります。で穴掘って何も移植しないとその穴はあの軟骨では治りません、えー、これ,これまあ骨の上にこう軟骨が乗ってるんですけどもあのそこにこう穴を掘ったと。で穴を掘って何もしなければその穴は瘢根組織で埋まります。えー、軟骨では治らない でそれに対してこの穴にこの I P S 細胞から作った軟骨の塊を入れます。まあここで十粒ぐらいこう入れ入れてます。まあ十粒ぐらい押し込むと。で一ヶ月後に見たのがあのこちらです。ます、あ、そうしますとあのこう入れた軟骨がこうここではあの四粒ぐらい見えますけど、えー、まあ埋めてると。でまあこのこで埋めてちゃんとこうミニブタの体重をうな一ヶ月間は支えてきたということで。 あのまあえー、要するるにに修復に使えると iPS 細胞由来軟骨は関節軟骨の修復に有効だというふうにあの考えましたここ下の写真はあの人,の人の細胞だけを認識する <laughs> 抗体で染色したもので、まあ、この部分は人の細胞です、まあ、すなわち iPS から作ったものがちゃんとこういてるとここに、まあ、そういう像です。 まあこういうの,の有効性をあの確認しましたので、えー、あの次はあの実際に患者さんにこの iPS 細胞由来の軟骨を移植することをあのまあ3年以内に始めようという目標で現在研究をあの続けていますあでちなみにこの実験ですがあの人の細胞を豚に移植する異種移植になりますのでさすがにあのやはり拒絶反応が何も普通にあると起こりますのでこの 実験は免疫抑制剤を使っています。<laughs> ということで、えー、っとこういうふうな治療スキームですがあの、まあ、繊維が細胞を患者さん自身の、えー、繊維が細胞あるいは血液細胞からあの軟骨を作って移植するというものですがこれを実際個々の患者さんに行おうとすると iPS 細胞を作るのに、まあ、2か月から3か月。 iPS 細胞を軟骨にするにも2か月から3か月、まあ、トータル半年近くの期間を要するとでしかもそれをいわゆる臨床グレードのきれいな部屋で行わないといけないので非常にまあコストと時間と労力がとお金がかかってしまって、えー、なかなかこれあの一人一人の患者さんにこういう治療を行うというのはちょっと現実的ではありません。 これは軟骨移植に限らずあの神経 iPS 細胞から作る場合、まあ、神経であっても心筋であってもすい臓の β 細胞だっても同じ問題が付きまといます。そこであの現在 iPS 細胞研究所で作られて行われようとしているのはこういうあの自家移植ではなくて iPS 細胞ストックというものをあらかじめ作っておくというものです。このの iPS 細胞ストックというのは あらかじめあのボランティアの方からあの細胞を頂い,いて、えー、iPS 細胞を作って、えー、それを使って、えー、治療するというものです、まあ、我々の場合はストックの細胞を軟骨細胞にして移植するとだからこの場合は同種移移植植になりますで普通あので同種移植するとやはり免疫拒絶があの起こってしまいますので,でその免疫拒絶には HLA というのが大事なので。 あのこのストックというのはなるべく免疫拒絶が起こりにくい HLA のタイプを持った方の細胞から iPS 細胞を作っています。HLA ホモということですがこれについてはあのすでに講義で聞かれて,いる,と聞かれていると思います。ですね。 ただあの軟骨に関しますとあの先ほど申し上げたようにあの軟骨というのはあまり免疫を起こさないということが昔から言われてましてまずその理由の一つとしては軟骨には血管がないと。で血管がないからあのそもそも拒絶を起こすのにこう重要な役割を果たすリンパ球がないということがあります。 それからあの軟骨細胞というのはこういうふうにマトレックスに周囲が囲まれてますのでえそういったあの炎症細胞とかの拒絶反応を引き起こすようなリンパ球が軟骨細胞にこう直接接する環境にないとまあそういうふうな理由でえーえー軟骨組織というのはあまり免疫を弱気しないというふうに言われています。とそれからの免疫拒絶 次はのですねあのヒューマンロイッコーサイトアンチゲンの発現が重要ですがえ軟骨細胞はそもそもこの HLA の発現が低いということが言われていましてであの、まあ、iPS 細胞から作ったこの軟骨組織もやはり HLA の発現があの低かったです。まあ、そういうふうな理由、まあ、こう以上の理由であの軟骨はあまりえそういう。 免疫反応を起こさないという起こさないというか起こしにくいということが知られています。まあだから現在アメリカで同種若年者由来軟骨というのが移植用の治療に使われていると HLA 合わさずに。えー、なのでまあこの I.P.S 細胞由来軟骨というのはあのまあそれにこれに相当するようなものだと考え考えます。あのまあこちらあの 若年者由来ですが iPS 細胞由来軟骨はそれよりも若い胎児の軟骨に相当するようなものだと考えています。で iPS 細胞はいくらでも増やせますのでこの軟骨というのは無限に供給することが可能です。無無限限というかほぼ,ほぼ無限にで,す、ね、でこちらのドナー不足とかそういったいうところの課題を解消することができると。 えそれでただあのこの iPS 細胞よ軟骨についてはあのまあこちらはも実用化されてますがこちらはあのこれから非臨床試験それから臨床試験を行ってえまあ安全性と有効性をあの示していかないといけませんでそれをこれからあの行う予定です。であの関節軟骨の,あの方の関節軟骨の疾患に対する iPS 細胞の 応用の話は以上で終わりますで引き続いて次にこちらの成長軟骨の疾患に iPS 細胞がどういうふうに使われるかというのをあの残りちょっと15分ぐらいで話させていただきます。でこの,あの成長軟骨が障害されると、まあ、骨が伸びないまれ、あ、に伸びすぎるというのもあるんですがあいうことがあってあの 骨系頭疾患という疾患を起こします。骨系頭疾患まあ低身長を主鎖に主鎖いうか要するに低身長を最大の症状にする最大というかあの、えー、症症状にするあの疾患であることが多いんですがそのような疾患は現在453疾患あります。453疾患はあの40のグループに分類されています。そのグループ分類というのは 骨疾患の,の多くは遺伝性の疾患で原因遺伝子が存在します遺伝子の変異で起こりますその元になる変異を起こした遺伝子に沿って40に分けられていると4つ40のグループにそのうちの1つのグループはこの FGFR3 遺伝子の変異で起こります FGFR3 というのは 繊維が細胞常昇因子受容体三というあの F G ファイブロブラストゴロスファクター三アレセプター三という遺伝子です。まあ、その変異で起こると。で変異遺伝子変異が起こると普通はその遺伝子の機能がなくなるんですけども、あのこの疾患の、えー、変異の場合は変異が起こると F G F R 三遺伝子がこう働きすぎるということになります。 で F G F R 三というのは軟骨にとってはどちらかというとネガティブな働きをしまして、だから F G F R 三が働きすぎると軟骨がおかしくなると、で症状が出るというものです。で F G F R 三というのは体の中で軟骨でたくさん発現しているので、特に軟骨で症状が出るというものです。まあ、でその軟骨がおかしくなった結果、あのま全、あ、身のこの骨 ですね、骨はもともと軟骨ですからが、まあ、弱くあるいは小さくなると。でこの,あの変異ですけども変異の場所ですね遺伝子の中のどの場所が変異を起こすかでこの働きすぎの度合いが変わりまして、えー、とてつもなくこう強く働いた場合には重症になります。そのような疾患は タナトフォリック・ディスプレージアで略して TD と呼びますがの疾患になります。この疾患の場合は、えー、胸,です、ね、胸すろ肋骨肋骨も肋軟骨という軟骨でもともとできるんですけども肋軟骨があの成長しなくてなので胸郭がこう小さくうなります、まあ、胸郭が小さいと。 でこのの状態でで生ままれてきますのでで赤ちゃんというのは生まれた直後に、えーまあ、それまで羊用水の中にいてあの息をしてないんですが最帯でお母さんとつながってあの酸素は供給されてるんですが、まあ、あの生まれて最帯があの切,れ切れて最初はあの息を吸うことでこう肺に空気が入ると胸郭がガッと膨らんで,で呼吸が始まりますがあのこの疾患の場合はあの胸郭が小さくて弱いために最初にこう息を吸うことができません。 だからの呼吸障害でなくりますまあしかしあの近年はの呼吸管理が進歩しましたのででまたあの妊娠中にエコーでこの疾患の診断はつきますので生まれるとすぐにあの相関人工呼吸して腰圧呼吸することで救命することができます。であの 遺伝子同じ遺伝子の別の場所の変異であまりその機能獲得でもそれほど強い機能獲得にならない場合はこの胸郭の問題呼吸困難というのは起こりません、まあ、しかし成長軟骨が生まれた後機能しなくてあの骨があまり伸びないとその結果このような小腎症のような症状を呈して日常生活が非常に不便になります。でこうのこういうあの疾患なんですが あの今だ治療薬というのはあの根本的に治療する薬というのはあのまだありません利用できません。までそういったあのなぜそういう治療薬ないかというまあ理由の一つがですねまあこう変異遺伝子の変異は見つかってるんですけどもまた、あ、からといって変異が見つかったからといって、えー、なぜこういう異常が起こるのかとかある薬がはあの。 なぜそういう研究進まないかというとあの理想的な研究材料は患者さん自身の軟骨なんですけども、まあ、この患者さんから軟骨をこう採取取るわけにはいかないと軟骨貴重ですのでだからあのそういう実験材料がないので、えー、研究がなかなか進まないという背景がありました。まあまあ、そんな中 iPS 細胞がでできましたので でなおかつ iPS 細胞から軟骨を作るということもできるようになりましたので,、えーですねまあ、健常の方からでしたら iPS 細胞を作ってそしたら同じ方法でこの患者さんから作った iPS 細胞を軟骨にすればここでできてきたあの軟骨組織というのは患者さんの軟骨組織に相当するものとを考えることができます。 ここでできた軟骨ではあの患者さんの軟骨と同じ異常があの再現できているとそう考えることができます。まあそういうようなことで実験を行いました。実験というかは要するに患者さんから繊維形細胞をいただいて軟骨はいただけないですけど繊維形細胞はいただけますのでまでいいてそれを I P S 細胞にして軟骨分化させて軟骨を作りました。結果がこちらです。 健常の,の方から作った iPS 細胞ではこういう軟骨ができました、まあ、先ほど最初あの、えー、示しましたようにところがこの疾患の患者さん由来の iPS 細胞からは同じようにこう分化させても軟骨はできませんでした。でこの軟骨できないのが本当にこの FGFR3 遺伝子が働きすぎることによっててできてないのかということを確認するために この疾患 iPS 細胞に対してこの,遺伝子のノックダウンを行いました要するにこの遺伝子が働かないようにしたとそうすると再び軟骨ができるようになりましたのでこの表現系というのはやはり FGFR3 遺伝子の機能獲得変異働きすぎによって起きるものだということが分かりました。 えー、そしたらあのこれあの患者さんの,あの病態をこの組織は再現してるというふうに考えまして、えー、これに対してこれを使ってあの薬をを探すことをを試みました、えーまあ、患者さんの iPS 細胞からはあの異常な軟骨ができると、まあ、きれいな軟骨ができないと。でこの文化誘導の培養液中に、えー、何かこう化合物ですねを入れて。 もしきれいな軟骨がこうできるようになったらその時入れた化合物があの薬になりうるとこの疾患の薬になりうるというものです。でまあいろいろこうあのバイオ液中に加えるわけですがあの加える化合物の候補としてえ我々まずリストアップしましたのがこれまで過去に軟骨に対して何か作用があると報告されている化合物ですね。それからあとは F G のこう細胞内のシグナル伝達をこう制御するとし報告された化合物、まあ、そういったものを試しましたでその中そういったあのリストアップした化合物の中にあのスタチンがあのを,を入れていましたあのスタチンというのはあのまあ多くの方が特に、えーまあ、高齢の方はあの飲まれてる頻度が機会があ多いと 思いますが、いわゆる高脂血症ですね。血液中のコレステロール値を下げる薬で、あの非常に多くの方が服用しています。えーまあ、血中のコレステロールが高いといろ,いろなあの合併症があの心臓だったり、えー、出てきますので、えー、そういうスタチンをあの飲むという方が多いです。またそういったあの薬の作用があるんですが、でスタチンというのはあの同時に、えー、コレステロール下げる以外にもういろんな 組織にいろんな働きをすることが知られています。まあスタチンの持つ多面多面的な作用ということなんですが、例えばあの腫瘍に働いて、まあ腫瘍を小さくしたり、あとは免疫をこあのちょっと、えー、制御したりというふうな働きが知られています。で軟骨細胞に対しても軟骨細胞の分化を促進するという働きがあの知られていました。まあなので、えー、試しに加えたわけですが、そうするとあのスタチンですね。 ロバスタチンというスタチンを使ったんですけども、そうするとスタチン加えたらこういうような軟骨形成が回復しました。加えスタチン加えないと軟骨できないんですけど、スタチン加えたらできたと。こちらはの重症の PD の患者さん由来の IPS 細胞。こちらはのアコンドロプレジアというのは低身長を手創とする患者さん由来の IP s 細胞。まあどちらの疾患もスタチンロバスタチン加えることで軟骨がのできたと。そしたらあのスタチン今いろんな製薬会社が まあ各種スタチンを販売してるんですが、他のスタチンがどうかということで調べたのがこちらで。まあ大体もどのスタチンでも、このあの軟骨の形成が回復することがわかりました。スタチン入れないと軟骨できないですが、まあこういろんな種類のスタチン。ロスバスタチン、フルバスタチンとか、アトロバスタチンとか入れたら、あの軟骨があのできるようになりました。まあこの結果からのスタチンというのは、この疾患 F. G. F. R. 三病の。 治療薬になる可能性があると考える、えー、そしたら次にそしたらなぜスタチンがこの疾患をこの,の、まあ、iPS 細胞モデルですけども、えー、iPS 細胞から作る軟骨を治すことができたのかという仕組みを見たのがこちらです。で、まあ、これまでのこの,この病気の,あの研究からこの FGFR3 が変異で働きすぎる原因として 変異を持って FGFR3 はの分解抵抗性だということが知られています分解抵抗性のために分解されないから FGFR3 タンパクがたくさん細胞内にたまってまあ結果的に量が多いからよく働くというふうに考えられていますで、まあそれを確認したのがこちらで iPS 細胞から作った軟骨でもやっぱり FGFR3 はあの疾患ぐらいの方で増えていましたワイルドに比べて でこの,あの増えていたのは、まあ、タンパク量これウエスタンでタンパク量を見たんですけども増えたのは合成がタンパク合成が増えたからではないとメッセンジャー RNA 見てるんですけどメッセンジャー RNA はむしろ下がってましたんで合成、えー、が増えてたのではないと、まあ、というとやっぱり分解が抑えられてるんだろうと、まあ、過去の報告の確認です。で合成を見ますとむしろ合成の,の方は増えていましたので、えー、これ減ったということは あの分解が促進されたというふうに考えられます。要するにあのでその分解でタンパク分解されると場合は普通はプロテアソーマル系とリソソーマル系の2つがありますので、まあ、そのどちらかというのを見るためにそれぞれのインヒビターである MGH3 2とパフィロマイシン A1 を加えるとあのスタチン入れて減った FGFR3 はあのプロテアソーマル系のインヒビターである MGH3 2を加えたらまた増えましたので、まあ、結局あの 何がとますとスタチンというのは分解抵抗性の変異 FGFR3 タンパクの分解を主にはプロテオソーマル系を介して誘導すると、まあまあ、そういうふうなあの結論にあの、まあ、あのではないかというふうに達しました。であのこのメカニズムの研究はまだまだあの本当に始まったところであの次はなぜスタチンが 分解を誘導するのかといったところは、あの、調べないといけません。で、スタチンというのは、あの。H. M. G. 抗炎リダクターゼ。の阻害剤です。で、この酵素は H. M. G. 抗炎をメバロン酸にして、まあ、メバロン酸のずーっとこうした代謝物が。コレステロールなので。まあ、スタチンがこの酵素を止めたら、結果的にコレステロールの量が減るというのが。まあ、あの薬の作用です。で、同時に、このメバロン酸というのは、あの、プレニルーキーの原料にもなっていまして。 でプレニルキーというのはそういったタンパクの一つがいわゆる低分子量 G プロテインでこのタンパクはこう細胞内シグナルで重要なタンパクで、えーま、スタチンが持つ多面的な作用というのはこのプレニルキーを減らしてこのプレニル化タンパクを減らすことでこういったシグナルが落ちることが原因だと一つは考えられています。だかかららら今後これからやなないといけないとけのは この,この疾患の表現系の改善にがこうコレステロール減ったから良くなったのかあるいはこちらのトリネル化が減ったから良くなったのかこうどちらが効いてるのかということをあの区別したいいと思います、えー、それで、まあ、こういったあの骨系統疾患453疾患非常にたくさん疾患あるんですけども、まあ、それぞれの疾患の患者さん数は少ないです。えー、この FGFR3 病でもあの 患者さんは少なくて希少疾患というふうに言われていますでこの希少疾患というのはなかなかの薬がないとなぜ薬がないかというとあの製薬企業がなかなかその薬の開発をしようというするあの動機が働かないなぜなら患者さん数が少ないのであの利益を上げることができないからですねこれは決して悪いことじゃなくて企業は利益を上げないと存続できませんので。 ありますあの薬を世の中に出そうとすると治験というのを行わな,ないといけないんですが、まあ、その治験にはあの非常にたくさんのお金がかかると、えー、安全性を示すために、まあ、動物実験を行ってそれから人に行かないといけないとだから新薬開発といいうのはなかなかか難しいです、まあ、それに対して既存の薬を適用拡大するというのは、まあ、それに比べると 安い価格で行います。まあそれをドラッグリポジショニングと言います。スタチンの場合はすでにもう多くの方に投与されてて、まあその安全性というのが、まあその安全性の情報がかなりあります。なので、えー、そういったところがあるので、えー、スタチンをこの疾患 FGFR3 ビオに使う場合も治験をやるとしても、あのかなり安い費用で、えー、いろんなもうこう 検査とかは既に済んでで、でいますので安い費用で行える。だから希少疾患でもあの行える可能性があります。だから気象疾患に対してはこのドラッグリポジショニングというのが有力な方法です。とは言ってもあのスタチンは高脂血症の方に問うするとコレステロールが正常値になるんですがこの FGFR3 病の患者さんしかもあの子どもですがはあのコレステロール値が正常です。 で、そこにスタチンを投与するとコレステロール値が下がってしまいます。正常よりも正常よりも下げるとまあ、いろんな。また副作用が起こることがあの懸念されまして。だから。あのその本当に使えるのかと。副作用を起こさない。濃度で骨を伸ばすことができるのかといったところはあの。分かりません。えー、だから、そういった意味でもあの治験を行う。あるいは治験を行う前にそのあたりのあの判断できる。 情報を集める必要があります、えーまあ、そういったことがありますで、まあ、その一方で、あのー、もしあのこのスタチンがこちらの経路を止めることで効いてるならあのスタチンではなくてこの下流のこの辺の,あのインヒビターです、ね、を使うことで副作用のないこの疾患の薬を開発する,することが可能考えられます。 まあただその場合は新薬になりますのであのかなりドラッグリポジショニングにできるかどうかというところが問題になります。でまとめですけどもあの今日のお話のまとめです。iPS 細細胞胞ををを軟骨細胞を動し軟骨骨へ分しし組織を作る方法を開発しましたこの人 iPS 細胞由来軟骨をひざ関節軟骨損傷に移植する臨床研究を3年以内に始めたいと考えています。TD と ACH 患者さんの皮膚細胞から iPS 細胞を作り、軟骨分化させたところ以上を認め、スタチンがそれを是正した。スタチンは治療薬の候補になると考えています。うん、以上です。あ、でこの研究はあの多くの方のあのご協力を得まして、あの教室の皆さんとそれから、えー、あの i えー、っと関節軟骨に対する再生の方は、まあ臨床研究についてはあの。 京都大学整形外科の松田先生と栗山先生と共同で行っています。それからあの後半の FGFR3 軟骨形成上昇の研究室ではあの患者さんのリクルートについて沢井先生、池川先生、大園先生のあのご協力をいただいています。以上です。どうもありがとうございました。 今後の課題と展望、iPS 細胞由来軟骨を用いた軟骨再生の非臨床研究及び臨床研究骨系統疾患の病態を解明し副作用が少ない薬を開発していく以上です。